厚木市公共下水道事業50周年。厚木市の公共下水道事業は令和5年6月に50周年を迎えます。本日は厚木市の公共下水道の歩みと市の公共下水道に係る取り組みについて簡単ですがご紹介させていただきます。ナレーターを務めさせていただくのはマンホールカードを集めることが趣味の私、ハンドルネームちゃんです。少し訛りがありますので聞きづらいところもあるかもしれませんがよろしくお願いします。それでは始めます。厚木市の公共下水道についてご紹介する前に、そもそも公共下水道って何だか知っていますか？公共下水道の仕組みについて簡単にご説明しましょう。公共下水道とは家庭の台所、水洗トイレ、風呂や工場、事業所から出る汚れた水を排水設備から道路下に埋設された下水道管に流して処理場に集め、きれいな水にして川に流す施設です。そして川や海の水は蒸発して雨となり、再びいろいろな用途で利用されます。すなわち公共下水道がなければ汚れた水がそのまま川や海に流れ出てしまうわけです。それでは公共下水道ができる前はどのような状態だったのでしょう。公共下水道が始まる前にも下水と呼ばれるものはありました。ただその頃は雨水を流すことを主な目的とした水路しかなかったんです。厚木市が下水道計画に着手したのは昭和37年です。当時は週末に下水処理場を持たず主に雨水を排除することを目的とした都市下水路というものでした。都市下水路は写真のように在来の普通河川等を改修した水路の上が蓋をされていない構造のものが多かったそうです。汚水なども混ざって不衛生な状況もあったと思います。厚木市は昭和40年9月に厚木地区を中心とした地域の都市下水路事業の認可を受けました。その後、厚木市は県が事業主体となっている相模川流域下水道事業に参画し、昭和44年5月に中心市街地を合流式排除による厚木排水区として認可を受け、昭和48年6月から厚木排水区の下水道供用が開始されることとなりました。昭和59年度には流域下水道幹線の厚木市分が全て完成しています。本市が参加している相模川流域下水道は平塚市と茅ヶ崎市にある2箇所の週末下水処理場とそれにつながる幹線管渠からなります。相模川沿いの12市町が参加しています。厚木市の汚水はすべて平塚市篠宮にある流域下水道の処理場で処理されています。ちなみにこちらが厚木市で公共下水道が始まった時の告示文書です。告示とは市などの行政機関が条例などに基づいて決定したことやその他の事項を広く一般住民に周知する場合に用いる文書です。厚木市が公共下水道を開始したことを当時の市長名で市民の皆様にお知らせした時の告示文書になります。今から50年前の昭和48年6月25日に公共下水道の供用と下水の処理が開始されたことがわかります。こちらは公共下水道が開始された直後の昭和48年7月1日に発行された厚木市の広報です。3年以内に水洗トイレへ切り替えをしていただくようにお願いするというのが主な内容となっています。当時の使用量は均一料金体系で1立方メートルあたり25円でした。平均的な世帯の使用量月20立方メートルでは月に500円ということになります。開始された時の処理区域は本厚木駅周辺のこの略図上で網掛けされたエリアです。処理面積は122ヘクタール。この区域に住んでいた人は5000人で、市の人口の約10万1300人に対する普及率は 4.9% でした。下水道の仕組みについて、図で丁寧に説明されています。
当時の人にとっては、公共下水道は、全く新しいものだったんですね。その他にも、工事を頼む際の、工事点の一覧表や、水洗便所の種類と大体の工事費、工事費用の斡旋や奨励金についても紹介されています。公共下水道が開始された後、厚木市は下水道施設を徐々に充実させていきました。昭和61年4月には、中河原、中継ポンプ場が稼働しました。写真は、ポンプ場が完成した頃の写真と思われます。下水道は地形に合わせて、高いところから低いところへ水が流れる、自然流下、で、整備を行いますが、地形上、自然流下が不可能な低地については、ポンプにより下水を引き上げ、下水管へ排出する必要があります。巨大なポンプを安定して動かすための施設がポンプ場です。ポンプ場が稼働したことで、より広い地域での公共下水道サービスの提供が可能になりました。現在では、公共下水道の管挙延長は 870km に達し、市街化区域の整備率は 95.5% となるなど、着々と公共下水道は整備が進められてきました。整備が進む一方で、平成17年度からは、合流式下水道改善事業が行われました。最初に公共下水道が整備された厚木排水区は、汚水と雨水が同一の環境で流れている合流式下水道であるため、一定量以上の雨水は、汚水を含んだ状態で河川に放流されてしまうという問題点があります。この問題を改善するために、平成17年度から4年をかけて、河川への湧き口部に遮蔽スクリーンを設置したり、放流水を一時貯留する、貯留量4100トンの貯留管の整備を行ったことで、相模川の水質汚濁が軽減されました。写真は、平成20年6月に、貯留管の見学会を行った時の写真です。平成25年からは、中心市街地である厚木排水区の浸水被害軽減対策を進めました。写真は、平成25年4月6日、厚木市の過去における最大降雨量、1時間あたり 65mm の雨が降った時の、本厚木駅南口の状況です。一帯が冠水し、車等が通行できない状況となっています。この、浸水被害軽減対策は、このような雨が降った時でも、浸水の深さをおおむね 10cm 以下にすることを目的としています。対策としましては、令和元年9月に、朝日公園地下雨水貯留施設を整備しました。また、令和5年3月には、厚木排水区北貯留管を整備し、両施設が整備されたことで、大量の雨が一時的に降った場合でも、地下に雨水を貯めることができ、地上の広いエリアが10センチを超えて冠水することを防ぐことができるようになっています。いかがでしたか？以上、厚木市の公共下水道の歩みをお話しさせていただきました。厚木市の公共下水道事業は、順調に50周年を迎えましたが、施設の老朽化や地震対策など、多くの課題を抱えています。その他にも、気候変動やライフスタイルの変化など、その時代に合わせて対応していかなければなりません。公共下水道は市民の皆様の生活には欠かせないインフラですので、これからも市民の皆様が安心して、快適な生活を送ることができるよう、努力してまいります。ご清聴ありがとうございました。